はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望大使、ウィズ、パワープリット、あ、お城貸し作業。うん、こんだけ借りたいの。うん、いや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 。見返りは、金銭もらっとこうかな。片付けない。うん、これはあれですね。大敗次第、すっぽり勝ってるね。あ、負けちゃったか。小田原征伐の、あれですね。佐竹牛重編ですね。どうしようか。もう一回ぐらい出そうか。5000ぐらい？出陣する！混んじゃったね。今は待て。これ勝てるでしょう。勝ったね。問題ない問題ない。報告いたします。先月の収支です。表情を始める。軍事論議だね。52、43。39あるかな。これにて表情を終えるぞ。こっちとか取りたいんだけどね、取れないね、まだね。ご命令を。もう伊達とも結構戦争長いから、そろそろ壊したいんだけど。は。できなさそうだよね。取引を行いましょう。承知いたしました。かしこまった。では進めていきます。アホイ36日、これが終わったら、ポストついたね。速攻勝利しよう。壊しよう。壊解除。我らは止められぬ。いいね。じゃあこれを返そう。そろそろ戦争できないかな。あ、できないか。さっき壊したばっかりだもんね。で、攻めどころ。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。歩兵しよう。歩兵、この辺とか取ったんじゃない。こっか、サウナ取ったのかね。かしこまりました。この辺も大丈夫だね。やったらね。撤去しなくても大丈夫だね。問題ない。施設選択。継続発展をして。かしこまりました。新設。はっ。ああ、武将いないんだ。伊達はあと2個ね。そしたら上とか行く？灯籠ないね。1ヶ月待たなきゃダメだね、どっちみちね。そう来たか。あ、でもなんか壊したから終わったっぽいね。もがみが神殿を、いいでしょ。商いを始めましょう。報告いたします。ご命令を。
開発で、親切で、漁村かしこまった。町民庁もね、作っとこう。はっ。で、継続発展をして。かしこまりました。発展はちょっとするほど人材いなかったね。これ返した方がいいのに、太田さん。また貸してあげるからさ。ねえ。評論もったいないと思う。交渉で、ああ、もはやさん、マイナス14ね。まあ、神殿は受けるけど。これはまだ従属できないね。これ、神ちゃんいれば、ここら従属してくれるんじゃないのかな。宣伝しておこうか。あ、宣伝してくれない。かしこまった。あ、ここは宣伝であげとこう。ただ、大崎とかこの辺は今、最上が攻めてるから、葛西だね。行こうか。葛西は、ああ、豊臣と仲にいるね。大義は我らにあり。助立ちする。助立ちいたす。そら、ここに、葛西の兵ちょっと確認しようか。12000。13000ぐらいにすれば出てきてくれるんじゃないのかな。出てくるね。いいんじゃないのかな。これでいこうか。出陣するぞ。我に続け。おお、いいよいいよいいよ。上杉さん、手を貸そう。するよ。報告いたします。先月の収支です。表情を始める。あ、なんかあと1ヶ月ぐらいって同盟があって1ヶ月ぐらいかな。今なんかね、出てきてたね。そしたら、そこら辺攻めなきゃなんないのかな、今度は。ね。これにて表情を終えるぞ。なんか神殿もできなかったしね、しょうがないね。これで、ポイントアップか。毎月ポイントアップするからいいですね、表情の時のポイントがね。ここら辺取っとこうか。これあと一個欲しいからね。ご命令を。あと一回やったもんね。貸してあげてたのに、同盟を延長する気はないとか、ひどいね。守ってあげたんだけどね、ここら辺ね。発展。ちょっと自動で、漁村作ってくれなさそうなんだよ。不動で。かしこまりました。農作業やるのするか。いいね。そろそろ戦争できそうな気もするんだけどね。こっち片付けてからの方が良さそうかな。行っちゃおうかな。こっちお城貸してるからね、今多分行けれないと思うんだよね。志果たさずして賞は終えられぬが。
強行。まだ水攻めやり始めるにはお金がないんだよね。これだったらあれかな、くっついた方がいいのかな。23日。74日だもんね。これこっちでしょうか。皆の者、我に続け。これだったら100人の舞台とも問題ないよね。産みつけに行けばいいよね。遅れを取るな。これじゃあ産みつけに行こう。手を打ちましょう。遅れを取るな。で、これは、こっち行こうか。こっちのは簡単に落ちそうな気がするね。こっち A だもん。皆の者、我に続け。楽ですね。で、300しかないんで。強化20か、強化入れときまーす。こっちもうそろそろ取れそう。リルゲームさん、ありがとうございます。勝ちを重ねて天下を目指す。この戦、我らの勝ちぞ。ここもいけるね。部分入場して、ここから一人でしょ。で、全然兵もいないでしょ。いざ参ろうか。多分取れるんじゃないのかな。進めとこう。上杉の味方です。手を貸そう。同盟が2個切れたね。報告いたします。下中ちょっと交渉でちょっとしてみようか。交渉の様子が下中は互いにない。そしたら神殿は互いに受けるつもりもない。そしたら攻めるしかないですね。大義は我らにあり。まあずっと守ってあげたんだけどね、ここもね。あれ？そういうことか、ここ。行きたくても行けれないじゃない。兵が。7000ぐらい？こっちの方はいらないかな。ここら辺もいらないね。このぐらいで、おっと、出てきてくれる。そんな、いっぱい持ってきたくない。このぐらいで。進め！で、兵糧も1ヶ月の減りが1万ぐらいになっちゃってるんで、借りたろうで使っとこうか。皆の者、我に続け！じゃ進めていきます。6ヶ月兵を貸してほしいと。どこを貸してほしい？こっか。金銭、軍馬。かたじけない。この城もらい受ける。いいですね。かたじけない。そしたらここ硬かったんだよね。手を打とう。なんか出ていてくれる。皆の者我に続け。
水攻めにしとこうか。お金はあるんで。じゃあこんな感じで攻めてみます。徳川真田は不参戦。采配次第で勝てます。覚悟なき者に負けはせぬ。我が部の前に敵はおらぬ。手を打ちます。じゃあそのまま行く。出陣する。真田に行ってる。いい感じのところになったらあれだね。ここら辺で一気に。がっつり行きたいね。豊臣と徳川は不参戦で。采配次第勝てますね。我らに歯向かうとは愚かなものよ。飽きないよう始めましょう。茶器いらないですね。報告します。先月の収支です。ご命令を。かしこまりました。農地は少ないところからね、ちゃんと広げとかないと。かしこまりました。取引を行いましょう。広がらないんで、開発撤去ちょっと増えたからね。忍び町1個ぐらいかな。これは、発展で、漁村をやっとこう。あとは自動でやってもらえばいいね。そうなると、伊達も攻めときたいね。どうしよう。やっておきたいことがいっぱいありすぎて。こっちも行きたいもんね。ちょっとこっち様子見よう。結局7日。うん。勝てるね。我らに歯向かうとは愚かなものよ。皆の者、勝ち時をあげよう。こっちがあと何日だ。これ水攻めなんでね。ああ、放射ついてる。まあ補修しとこうか。じゃあこれ返して。勝ち戦だ。勝ち時をあげよ。あ、エブジョタ欲しいね。こっち向かってるでしょ。欲しいね、エブジョとか。もうちょっと経ってからだね。これはこっち側の方に近づいてからだね。手を打ちます。八王子を狙いに行こう。まあ、出陣する。狙いに行って、で、国府台から、その、ちょくっと行けるよね。ここら辺からも、ここに、先に行って、大丈夫だね。だから、この辺ちょっと様子見とこうか。この部隊を様子見とこう。待機する。よし、しげ、全面解放お願いします。いい、ありがとうございます。この城もらい受ける。行くぞ皆の者、我に続け。で、様子見よう。ここら辺で集めて戦っちゃうか。
どうしよう。もうちょいだな。はい、早送りします。報告いたします。先月の収支です。表情を始める。おお、兵糧が減るのはやっとこれが取れるようになったね。商業軍事でいいのかな。違うな、軍事論議だね。52、44、40。これにて表情を終えるぞ。これで兵糧はもっと楽に軽くなってきたかな。これなんかちょっと統合が端っこが強いっていうね。ご命令を。強い体名なんでね。まだだな。あと何日かかるのこれ。あと26日月末ぐらいか。ただこれが負けちゃうと、映像とか来てるね。行こうか。今行くしかないね。大義は我らにあり。助立ちいたす。それで八王子行こう。行きます。八王子行って、進め。でこっから江戸城は、どうしよう。1でいいかな。1で、進むぞ。で、岬はここは2部隊で、岬ってあれだよね、2つで包囲できるよね。あー、3つか。こっちで。これ1部隊でいいね。優先は14日で12000。あー、1万しか出ない。しょうがない。進め。いやでもこれ千葉佐久間さんと当たってから来るんじゃないのかな。どうなんだろう。おっと、これ行かないで帰ってきたぞ。したら、あと10日、11日。触っただけで取れればいいんだけどね。ちょっと進めてみようか。継続発展。はっ。発展。なんか砦があるね。撤去。砦いらないね。こんな感じで進めておこうか。あ、歩兵やってないね、多分。この辺やってないね。はっ。はっ。次上の方攻めたいんでね、ちゃんと歩兵しておかないとね。承知いたしました。はっ。問題ないかな、このぐらいで。あとなんかこちらの方もなんか防衛できそうなところあるね。承知いたしました。
ああ、ここ落としたけど防衛しなかったからね、クレーパー。はっ。ああ、これ金銭収益圧迫してるわ。あとは問題なさそうだね。じゃあ進めとこう。お、いいね、いいね、いいね。島左近さん。いいよ。これは、水攻めだね。あー、戦力不足、どこだ、これ。江戸城。あー、帰ってきたんだね。うん、ここが多分一番、方位35日。八王子35日ね。ただ1日でなく来るんだよね、確か。あれ、来るのが解散してるぞ、舞台が。今までどこ行こうとしてる、こいつ。あー、島左近に行くのね。じゃあ行かしてあげよう。これは方位で様子見とこう。使いの者が来たようです。火災より従属は受け入れましょう。どうだ、あと1個しかなかったの。お城受け入れなきゃよかったね。あ、津軽がこっちを攻めてるってことは、じゃあこっちをそのままひゅーっていっちゃえばいいか。ジャンドーさんもらいます。大義は我らにあり。助立ちする。助立ちいたす。じゃあ手を打とう。進め。美味しいとこもらいきましょう。心差し。あー、太田さん、死んじゃったね。うん。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。はい、ということでね、第5話ね、この辺でね、終了していきたいなと思います。まあ、今回もだいぶお城取れたんじゃないのかな、いい感じにね。うん。この辺とかも取っとったからね。で、あれかな、うん。まあ、次回、徳川とね、バチバチにやり合うんじゃないのかなと思います。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。